おはようございます。1月27日新聞コラムの音読を行います。2021年1月27日水曜日、新聞コラムの音読を行います。今日の三経名の容体は次のように決めました。駿河湾の深海に注目。駿河湾とは静岡県の沖にあります。深海2000メートル級の湾です。では音読します。今回はこの新種横綱イワシが関係しております。朝焼け小焼けだ、大量だ。イワシといえばまず詩人の金子みすゞがイワシ漁を見ながら書いた大漁が思い浮かぶ。人間にとって重要なタンパク源であるだけではない。魚類からクジラやイルカ、海鳥までさまざまな生き物に捕食されてきた。ところがこちらのイワシは全長 1.4 メートル、体重25キロに達している関取イワシの一種らしいが、大きさは4倍近い。遊泳能力がも高く、胃袋を除くと消化された魚が見つかった。植物連鎖の頂点に立つ捕食者の新種として、横綱イワシと名付けられた。横綱イワシが見つかったのは静岡県沖。駿河湾の水深2000メートルを超す深海である。駿河湾は日本一深い湾として知られる。深海は光が届かないため植物プランクトンが光合成を行えない。餌が不足しているために一般的には生き物の数が少ないとされる。最も陸のすぐ近くに深海が迫っているのが駿河湾の特徴である。富士山の雪解け水など大量の物質が流れ込み恵みをもたらしていると考えられる。深海ザメの中でも幻のサメとして知られるメガマウスも生息している。謎の多い駿河湾から今後も新種の生物が発見されるだろう。謎といえば大規模地震の問題が外せない。駿河湾の海底では駿河トラフと呼ばれる細長い溝がある。これは西側のユーラシアプレートと東側のフィリピン海プレートの境目で歪みが蓄積されていることが分かっている。周辺地域では1854年の安政東海地震の発生から現在まで160年以上にわたり大規模地震が発生していない。このためいつ起こってもおかしくないと警告され続けてきた。いずれにしても日本一深い湾から目が離せない。令和3年1月27日水曜日、三経名の音読を終わります。ありがとうございました。体長 1.4 メートル。